回は3日間開催で、なんとフェアリーステークスもあるんですよ。ね。フェアリーステークスの予想もね、していこうということで、ね。フェアリーステークス。私の予想なんですけども、真っ赤なミルファーム走る中やのに、おお、あなたなびき種、あんたのバラード持ってきた。はい。本命はね、4番、あんたのバラードです。さっきは下手くそな歌を聞かせてしまってすいません。怪獣のバラードの替え歌でございます。まあね、正直言ってね、フェアリーステークスね、そんな、これ、買うっていう馬はそんなにいないんですよ。はっきり申し上げて、すごい難しいレースだと思います。だったら、穴狙ってみようと思って、あんたのバラードにしました。まあ、まず一つは、田辺の中山のマイル成績。あ、これがむちゃくちゃ抜群に良くて、まあ、かなりの勝ち星を上げているので、まあ、うまい騎手がね、乗ってくださるということでね、まあ、あんたのバラードにしました。まあ、うまい騎手っつったら、まあ、ルメールもいるんだけど、この時期のルメールはね、まあ、活躍しねえのよ。もう、まあね、有馬記念イクイノックス、勝って、もう、なんでしょうかね。もうバカンス気分なんで、来ません。エナジーチャイムは来ない。となれば、やっぱ、あんたのバラードでしょ。で、前走、慶応杯だけども、まあ、結構10着で破れてんのよ。まあでも、それを度外視すれば、中山のマイルを 34.1 の足使って来てるっていうのは、すごいね、好材料だと思う。で、もう一頭ミルファームの馬いるんだけども、まあ、ミルファームの主戦、杉原乗ってるんだけども、そっち買うぐらいだったら、絶対圧倒的に腕のいいね、田辺騎手をね、買った方がいいんじゃないかな、っていう。まあ、それに前走短かった可能性もあるしね。まあ、結構ダノンバラード3区って穴開けることが多い。まあ、予測することが来ました。で、買い目なんですけども、まあ、4の単服。で、4から、1、2、5、6、7、10、11、13時です。で、ルメールは来ないです。何回も言うのに。もうね、冬のルメールは来ない。お正月気分のルメールは、まあ、新年早々のルメールは信頼せずにね、やっぱ、中山で信頼できるジョッキー、田辺ジョッキーに、ね、すべてを任せたいと思います。で、もう一つなんですけども、芸州ステークスですね。芸州ステークス。こっちの方が自信あります。ね。20バル、アインゲーブングです。槍の時は外国人乗せます。なんで、ここは叩いた上積みもあるし、もう柴田大地からバシロという、むちゃくちゃな、ね、リーディング60位のジョッキーから、乗り換えということは、アインゲーブング。これ来ると思います。これもう、めちゃくちゃ自信ある。で、もう一つはロードトゥーヘイブ。これね、前走ね、外回されてる、ね、結果なのよ。で、外ね、中山のまあ2500メートル、まあ、ただですね、外枠不利なんだけども、それで5着に来たっていうことは、この馬実力あるし、そろそろね、まあ、単内ね、冬馬勝ってないんだけど、そろそろ勝ってくれねえかなーっていうことで、芸春ステークス予想しました。で、2000の、生まれワイルドタンプ、これ買います。てかね、正直言ってフェアリーステークスよりもこっちの方が自信あるんで、皆さんぜひ参考にしてくれれば幸いだと思います。ではね、3連休の最後なのでね、もうきっちり当ててね、帰りたいかなっていうふうに思うので。では、皆さん、お疲れ様でした。アディオース。